Hello， 大家好，我是鹿奖。今天这支影片是我们文当的圆梦记录。那自从文当吃过粤港美食的煲仔饭之后，他定期都会一直念他想要再吃粤港美食的煲仔饭。于是我们就决定今天等他下班后带他去圆梦。那这天我跟文当约在沈保丁车站。那因为文当都比较晚下班的关系，我们见到面的时候天色就已经有一点暗了。那因为这么晚吃饭的话会胖，所以我白天又吃比较少一点点。那走去的路上呢，他一直都很兴奋雀跃的说好期待可以吃煲仔饭，他特别喜欢吃那个腊肠还有那个饭硬硬脆脆的感觉。我觉得这样文当真的很可爱。终于又可以来吃文当心心念念的澳港美食。那你想好把料頼みたいな。あのご飯。嗯。これもでしょ。あ、これも。大根餅。あ、これ前食べたやつじゃない。うん、一緒。ルーちゃんこれ頼みたいでしょ。大丈夫。いいよ、とりあえずこれで。いや、前ね、ルーちゃんがコティーズ食べに来ててね、俺も食べたくなったんだよね。特にあのソーセージご飯が食べた。あのね、コーヒーが美味しいんだよ。あとね。クソージャン食べたいね。ロボガン。そう、ロボガン。今日は暑くてね、疲れちゃった。だって今クールビズだよ。大家对日本的话，可能印象是他们都穿完整的西装比较多，但其实日本的企业最近也在推行 クールビズ。那么文当来为大家解释一下什么是 クールビズ。環境対策を目的としてね、服をまあちょっと軽装化する。いっぱい着てるとその分暑くなるから、冷房が22度とかになるけど、そういう環境対策。我们两个冻柠茶来了。いやね、最初飲んだ時本当びっくりしたんだよね。味が全然違うね。乾杯。あ、やっぱ変な味だわ。変な味で言わないで。美味しいけどね。ちょっと苦いよね。ね、甘くないからね、夏にぴったりだよね。なんか甘ったるくなっちゃうじゃん。いろんな飲み物飲むと。このレモンがまたいい味出してんだよ。肠粉来了，文文当他吃一次肠粉之后，整个爱上肠粉，哎，好可怕哦！啊别，啊，哈哈哈哈哈，嗯，很 Q， 美味しい。やっぱ豆腐の味が美味しい。タンフの外のねプリプリ感とエビのプリプリ感がマッチしてて、ソースがね全てを包み込んでくれて、最終的にはソースの味めちゃくちゃ美味しい。ルーちゃん食レポうまくなってない？いつもね。はい、ルーちゃんもタンフ食べます。我妹妹超喜欢吃肠粉。美味しい？好 Q 哦。なんで Q っていうの ？Q は。弾力の意味。あ、キュキュ。あのキュキュはちょっと好可愛の意味。でしょ？だからなんで美味しいのに可愛いを使うのかなと思って。違う、キュも弾力の意味がある。あ、そう。ルーちゃんのなんか跳ねる時の効果音結構特徴的だよね。違う、台湾のみんなそう。え、本当に？いや、絶対違うでしょ。哎，一杯一杯，萝卜糕来了，嗯，好吃哦。我跟文章最爱萝卜糕，好吃。我们最爱的萝卜糕终于来了，これが美味しいね。好脆哦。嗯，好辣。好辣。好辣，好辣，好辣，好辣！他们这一家的 XO 酱我觉得超好吃，他们萝卜糕都会脆脆的，我就很喜欢他们那种外脆内软的感觉。萝卜糕就是赞，小时候我妈妈都会炸萝卜糕给我吃。これ大根餅がさ、後味ちょっと甘いからさ、なんか絶妙に合うんだよね、辛い。やっぱり仕事終わりはこういうの食べたいよね。疲れた時はこういう香港料理とか。台湾料理とか中華料理食べなくなっちゃうね。我们文当在等煲仔饭，あのご飯食べたくてしょうがないでしょ。よだれ出てきた。
哇，好可爱哟、哦！最近忙すぎて髪切れてないよ。確かにちょっと長いかも。長いよ。次どういう髪型でしょうか。次も堀さんに来てもらう。堀さん是文当、他有在追踪的一个美容师、超级帅。めっちゃイケメン。よく堀さんの YouTube 見てるんですよ、夜。最近筋トレでここをストップするように筋トレしてるから結構太くなったと思う。これは綺麗だよね、あの血管。この血管が綺麗です。うん。わあ。ふーちゃんこれ大好きだもんね。うん。これめっちゃ美味しいよ。ちょっと硬い米が美味しいの。やってあげる。ふーちゃんはね、このソーセージと肉とちの方が好きなの。どっちも好きだよ。じゃあ先にご飯入れてあげる。大家看、他有锅巴。他们这锅巴真的超好吃的。このご飯大好きなんですよ。私ちょっとだけダイエットね。刚才文当一直说他吃了天好运的牛肉球很好吃，就是一直说他想要点，结果好像被店员听到了。店家要招待我们牛肉球，然后还给我们牛肉球的酱汁。富强，好，开心，开心。じゃあいただきます。喜欢。これ一番好きだもんね、富强。なんだろうね、このね、日本にあまりない米なのよ。タイの米もこんな感じ。そう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 、なんか一緒に食べるとすごく美味しいよね。我也是为了这个煲仔饭会去吧，这煲仔饭真的好好吃哦。今日はね、これを食べるためにね、お昼ご飯をね、かなり少なくしたの。これ名前なんて言うんだっけ？煲仔饭。をね、食べるため。煲仔饭。結構量が多いんで。煲仔饭。たくさんね、それを食べるため。煲仔饭。煲仔饭。他这一盆饭呢、啊，其实分量还蛮多的。我跟文章的食量都算不大，所以对我们两个来说，就是算分量还蛮多的。来吃招待牛肉球。哇！一把。我们文章先吃看原味的。レモンじゃないけどさっぱりしてる。へえ。なんだろう。あとね、なんかシャキシャキ感がある。あの店とちょっと違う。違う違う、全然違う。別物。やっぱり店によって違うね。いや、美味しいよ。定番メニューまたもう一個増えちゃうじゃん、ふーちゃん。なんか見た目さ、肉団子だから、まあ、肉肉しい味なのかなと思って。全然違う。後味さっぱりだ。私のママもこれ好きだよ。あ、そう。うん。じゃあメイメイがチャーハン好きで、ママがこれ好き。そう。お腹いっぱいだ。帰ってお風呂入ってゆっくり寝れるね。我们现在已经吃完出来了，跟大家说，我刚才出来的时候把阳伞忘记了，然后他们店员就来叫我说：“这把雨伞是你的吗？”我说：“对。”最近めっちゃ傘忘れる。やばいじゃん。気をつけないと。小心。我头发好奇怪哦。你的卡面怎么？奇怪。吃完饭要回家了。哎呀。いっぱい食べた。お腹いっぱいだ。仕事お疲れ様。もう食べ過ぎて一個ベルト穴をね広げて。那个饭量真的超多的，每次吃完都肚子很撑。ふーちゃんどれが一番好きだった？あのご飯かな。二番目は？お肉、肉団子みたいなやつも美味しい。あれさっぱりしてるからさ、めちゃめちゃ美味しかった。ルーちゃんは最近チャンフンハマってる。あ、チャンフン。うん。前あんまり好きじゃなかったじゃん。果然人喜欢吃的味道会随着年龄还有时间改变哦。我觉得我过了25岁之后啊，喜欢吃的东西跟以前差很多。然后有一个改变是比较没有那么喜欢吃炸的。以前我超爱吃炸鸡的，现在比较喜欢吃鱼。那我们两个现在要准备回家了。回家啦。对，要回家了。谢谢大家来看我们今天这一支影片。今日も動画を見てくれてありがとうございます。谢谢大家。文章好像喝醉酒一样的 tension 哦。是啊，お腹いっぱいの tension 的。好啦，那我们下次影片再见，大家再见。拜拜。拜拜，这里灯光超好的，ヒカリめっちゃいい。拜拜。再见，拜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。